ドア閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。飯田線ご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部線流域です。この先の停車駅と到着時刻ご案内いたします。次は豊川に停まります。豊川には8時39分新城9時5分本流しの9時18分終点の中部天竜には9時59分に到着いたします。列車は4両で運転しております。4両とも全て自由席となります。4両編成で全て自由席となります。お手洗いの設備は中ほど2両目と一番後ろ4両目にございます。車内およびお手洗いは禁煙です。タバコはご遠慮願います。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。また駅ホーム上では列車が到着発車する際大変危険ですので黄色い線の内側までお下がりください。事故防止にご協力をお願いいたします。車内での携帯電話ご使用はあらかじめマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮ください。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お客様のお近くに不審な荷物などありましたらお手数ですが触らずに車掌までお知らせください。担当します乗務員運転士ごと車掌原です。終点の中部天竜までご案内いたします。臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部天竜行きです。次は豊川に停まります。
ありがとうございます。今日も飯田線ご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部線流域です。ここで飯田線についてご案内申し上げます。この飯田線は愛知県の豊橋から静岡県を経て長野県の辰野までを結んでおります。全長約 196km の路線です。元は豊川鉄道、宝来寺鉄道、三新鉄道、伊那電気鉄道の私鉄4社によって連絡されておりました。駅の数は全部で94、トンネルは138、橋梁は379ございます。飯田線の沿線には日本三大稲荷の一つである豊川稲荷や文法層で有名な宝来寺山をはじめ、湯屋温泉、愛知県民の森、佐久間レールパーク、佐久間ダムがあり、中部天竜から先、天竜川の渓谷を眺めながら稲谷へ入ってまいりますと、右に南アルプス、左に中央アルプスの雄大な山々がご覧いただけます。これから先、車窓に移り変わってまいります景色をどうぞお楽しみください。